い、マッソゲームズでーす。はい、今日はですね、マッソのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、かなり久々のマインクラフトです。前回のね、カズさんとの動画はですね、1ヶ月以上前に撮影したものなんで、かなりね、実は久々にマインクラフトします。はい、でね、今回ね、何やっていこうかなと思ったんですが、こちらです。このね、地図を今回埋めていきたいなと思ってます。広い地図なんでかなりね、本当に移動しないと埋まらないとは思うんですけど、エリトラゲットしたんで、これでね、飛んでいけば意外とこう早々にね、あの地図埋まるんじゃないのかなと思って、今回はね、飛びながら地図を埋めていきたいと思います。ですが、その前にですね、エリトラをちょっとね、エンチャントしたいなと思って、このね、修繕をつけたいんですよね。で、修繕は村人との交換で、あのこのようにゲットできたんで、はい。で、名前何にしようかな。希望の翼にしよう。希望の翼。つってこうだっけ。違うな。翼。まあ、いっか、これで。はい。希望の翼っていうね、にします。チーン!じゃじゃーん!希望の翼を装着!おー!いいね、このさ、このエンチャントがついたことによって、この湧き出る感がいいですよね。じゃあこれでちょっとね、飛び回っていきたいと思います。はい、ということで飛ぶ準備完了しました。もうね、ラッキー4ダイヤの斧を、シャベルとかね、まあいろいろもうね、全部持っていきます。で、今からね、地図を埋めるんですけど、まずはさ、この地図のその右下の右端のところまで行きたいなと思って、で、どうやって行こうかなとも思ったんですけど、どうせだったらね、このエリトラの機能を活かしたいなということで、もうこれさ、最上まで登ってしまえば、多分一瞬で、このエリトラで行けるはずですよね。うん。と思うんで、もうすっごい上まで、まず上がります。で、そっから上からピューンと飛んで、埋めていく作戦で行こうかなと思って。うん、ただ行き過ぎちゃうとちょっとね、やばいかもしれないんで、ちょっと怖い部分はあるんですけど。おお、やば、こんなもう雲の上だよ、これもう雲の上ですけど、ここで落ちたらダイヤ装備とか終わる、やりそうで怖いなー俺。うん、って思っちゃうんですけど。うわ、たけー、やーべー、気持ちいい。スカイダイビング的な感じだねこれね。へっ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 へ。あ、250ブロックです。256ブロックです。すげー、最上、私今最上にいます。すごい、これは片割れ時みたいな、そんな感じだね。はい、じゃあこれでまず地図で方向を決めて、こっち側ですね、こっち側に飛んでいきたいと思います。では行きましょう、せーの、ゴー。おお、気持ちいい。マッソソロ飛んでます。ヒュー、あ、やばいやばいやばい。おお、気持ちいいよ。わ、すごい、いろんなところ行ける。あ、こっちこんな風になってたんだ。あ、ジャングルじゃん。ジャングルを越えちゃうよ。越える越える。ふう、あ、こっちってさ、もしかして一回来たことあるところだよ。あそこにエンダーゲートあるからね。おー、すごい、来たことあるところだったんだ。で、さらに進んでみましょうか。早い。すごい、結構このジャングル巨大ですよね。おうおうおうおお。バタ足してるみたい。すごい。おっととととととと。このジャングル越えたいところだけどね。おっとと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 。もうちょっと頑張れ。もうちょっと頑張れますよ。よいしょ。いてててて。はい。どこら辺まで来れたかな。ちょっと見てみましょう。お、超えてる。あ、そうなんだ、これ歩かないとダメなんだ、知らなかった、残念。エリトラじゃああれですね、地図埋められないんですね、かなり残念です。いや、僕これ知らなかった。空をね、飛ぶのは非常に気持ちが良かったんですが、この空を飛んでる最中はね、残念ながら、こちらの地図が埋まらないということが発覚したんで、作戦変更したいと思います。で、次はね、どんな作戦でやっていくのかと言いますと、これですね、ポーション。
あの、ポーションで、スピードアップのポーションを作りまして、で、そのスピードアップのポーションで、素早く歩いて、うん、あの、地図を埋めていくようにしたいと思います。ではですね、こちらの俊敏のポーションを飲みまして、これで、この地図を埋めていきたいと思います。まあ、やっぱりこっちの右の方から埋めていこうかな。お、早い早い早い。早いですね、やっぱりね。よし。で、飛びつつ、飛ぶのもちょっと交えながら行った方が多分ね、早いと思うんで、頑張って埋めていきまーす。よし。頑張るぞ。右の方ね、あんまり行ったことないから何があるんだろうな。まあ、ジャングルゾーンが結構ね、長そうだけど。よし。これで埋めていこう。そっか、左手にも持ってるんだ。よし、埋めていくぞ。すげえ、馬たくさんいる。あの白い、この白い馬いいな。かっこいい馬。こっちこんな風になってたんだ。あ、ここは針葉樹林帯ですね。がある地域だ。おお、村発見した。おお、こんなところに村があった。すげえ、やったー、すごいよー。うわ、この村いいじゃん、かっこいい村。なに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 、すごいんですけど。やった。村人の声も聞こえるし。はい。ということでね、地図を埋めていこうと思ったら、なんと、村発見しました。ウサギもいる。あ、人参持ってるから、こう、あれなんだ。寄ってくるんだ。わー、すごい。なんか、今までの村と違う。かっこいい。お、効率強化 5? めっちゃいいじゃん。効率強化5ですよ。半端ない。お、こっちにも村人が。なんだろう。宝釣り。はい。そして、お、何もないですね。お、ここには、かまどがありますね。あ、何も入ってませんでした。お、宝箱発見。何がある?パチッ!おー!パンと、ツルハシと、リンゴがありましたね。ちょっと、いただいていきましょう。あれ、これなんだ?あ、ビートルートの種か。さっき取ったやつだ。おー。お、狼の群れだ。すごいよ、この針葉樹林帯の村。いやいやいや、あれ、こっち、あ、てっぺんにも家がある。てっぺんてっぺん、あれれれあれれれあれれれ、よし、すごいすごいすごい、えいえいえい。ここは何だろう。あ、狼さんがいるけど、狼さんにね、骨しかないんだよ。骨1個しかないんだよな。あ、いなくなっちゃった。残念。へえ、すごい。なんか、かっこいい村発見しちゃいました。今までとは違う。やっぱこれが多分、僕があまり経験してないアップデート後の村なんでしょうね。このさ、道とかもさ、こう踏み鳴らされた感じになってますし、シャベルってこういう風にできるんですよね。うん。すごいいいわ。あ、ここまだ来てなかったかな?あ、いいですね。本棚いっぱい。本棚もらってっちゃおうかな。本たくさんもらってっちゃおうかな。あ、はい。本たくさん。まあいいや。これまた今度にして。あ、こっちまだ来てないか。こっち一番最初に来たところか。そうですね。そうですよね。ここは見たっけ?あ、村人発見。この方々は?あ、効率強化のシャベルと、効率強化2。すごい、いいとこだなこの村。あれ、ここ行ったっけ?この家入ってない気がする。あれ、この家どうやって入るんだ?入り口がない?あ、あっちにあるっぽいな。ちょっとちゃんと入り口から入りましょう。へい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 。へい。ドン、ドンと。あ。
あ、やったやった、仲間になったぞ、オオカミくん。おーし、あ、これ入り口どこにあるんだろう。入り口がない家じゃん、やっぱりこれ。お、村人さんが現れた。はい。お、鉄のヘルメット。あ、ヘルメットですね。はい、ちょっとお邪魔しまーす。すごい秘密基地みたいな家だな、ここ。すごいところに立ったな、また。わあ、すごい、いい村発見しましたよ。素晴らしいな、これ。あ、よし。もうないかな？もうさすがにないかな？お、なんだなんだ、ここは。その渓谷か。でも、ここも一応村なんでしょうね。ここまでが多分村なんでしょうね。道があるってことは。こっちは村じゃないし。この下は？ここは村じゃないね。ここで途切れてるんだ。へー、すげー、面白いな。はい、ということでね、今回はこちらの地図を埋めていきました。まあね、残念ながらまだね、全然埋まってないんですけど、ちょっと、うわー、びっくりした。あー、村が壊れちゃった、びっくりした。ちょっとね、歩くだけでですね、いろんな発見があるんで、のんびりこちら埋めていきたいと思います。で、マスオのマインクラフトでね、あんなことしてほしい、こんなことしてほしいっていうのね、もしあったらコメント欄でね、皆さんお待ちしております。マグマダイブ以外でよかったらね、お願いしまーす。はい、ということで、次回もまた穴埋めていく、地図埋めていく作業になるかもしれないですが、よかったらまたご覧ください。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。